Hello everyone, welcome to Art English School. 皆さんこんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の会長さつきと申します。どうぞよろしくお願いします。さて、引き続き内田先生と養老先生の逆立ち日本論を読んでおります。で、ここにですね、すごく興味深いことがありまして、実はですね、これだいぶ前の本なんですけども、この対談された時はまだ小泉さんが総理だった時なのかな。で、小泉純一郎さんですよね。で、実はですね、養老孟司先生は鎌倉にお住まいなので、選挙民なんだそうです。つまり小泉さんの選挙区に養老先生はお住まいになっているということなので、ずっと昔から小泉さんのことはご存知なわけですよ。で、この頃ですね、小泉さんがちょうど総理になるならないぐらいの時っていうのは、すごい変人、確かなんか奇人軍人変人しかいないとか、なんかそんなのもあったけども、小泉さんはこれ変人扱いされて、いわゆる普通の自民党の議員じゃないねみたいな感じだったと思うんですよね。今もそんな感じなんだけども、でそうじゃなくて、すごい当たり前の政治家ですよっていうふうに養老先生がおっしゃってるわけですよ。でもう小泉総理は引退されて新庄さんに譲っちゃってるし、もうどうでもいいと思うのでね、ちょっとここで喋ってるんですけども、でその当たり前っていうのはね、どういう意味かっていうとですね、つまりこう地元の都合、つまり自分の有権者、自分に票を入れてくれる人の都合を考える政治家だったと。だからそういう意味ではごく真っ当だということなんですよ。で小泉さんの、選挙区は横須賀、鎌倉とか、川崎とかあの辺なんですね。で小泉さんの一番の地元地盤というのは横須賀なんですよ。そうするとですね、そこには米軍基地があるわけです。はい。で、なのでそういうところを地盤にしているのだから、例えば石川県の森さん、元森首相ですよね、のような方のこう利益誘導型みたいなことはやろうと思ってもできないんだと。なので地元の人の利益になるっていうことだと、そういう旧来型の利益誘導みたいなのじゃない政治をやらないといけないので、自民党をぶっ壊せとか抵抗勢力をどうのこうのみたいになったのだと、ね、いうふうに養老先生は分析をされていて、ほうと思いました。でちなみに神奈川県というのはすごく優秀な自治体でございますから、国税の還元率が当時ね、この当時に 29% で、これどういう意味かっていうと、国税を100円神奈川県の人が払うと、その中の29円分のサービスが神奈川県に返ってくると。でそれは大阪とかもそうです。大都市は大体お金があるのでそうですよね。でこの当時、例えば秋田県だったら100円の国税を納めると315円返ってきて、島根県だったら100円払うと400円以上返ってきたと。ということを考えるとですね、神奈川県の人の利益を考えると、でなおさらその米軍基地がある横須賀の人のなんていうか利益のためにって考えると、既存の社会システム、旧来型の自民党ぶっ壊さになったのは当然だろうというふうに養老先生がおっしゃっていてですね、やっぱりね、脳を柔らかくして考えるというのはこういうことかと思いました。はい。で、しかもですね、小泉さんは自分が総理なさっていた間、ずっと参拝されましたよね。うん、中国とか韓国の人を敵に回してまでずっと参拝されましたけども、あれもその中国とか韓国の人をなんかこう刺激してどうのみたいな文脈ですごい語られていたと思うんですけれども、
基地のある町に育った人である小泉さんが参拝するっていうことはね、別の意味があったよねということをですね、また養老先生おっしゃっていてですね、ほうと思いまして、なんていうか、だから小泉さんがどうっていうんじゃなくてですね、そういうふうに物事は見るんだということをですね、目から鱗が落ちた感じで、ということですね、養老孟司先生のご本はいつ読んでも学ぶところが多いですが、今回もそうでございました。ありがとうございます。ということで、アート英和圏、海上サスケでございました。 See you next time. Bye.